フランスを代表する大手軍事企業であるタレス社が、日本の三菱重工業と技術供与契約を発表したみたいだね。タレス社といえば言わずと知れた軍事企業だからな。これは喜ばしいことだぜ。一人はみんなのためにみんなは一人のためにだね。タレス社からすると、もう大丈夫、なぜって私が来たって感じ。お前漫画ネタ大好きだよな。漫画やアニメは日本の貴重な文化だよ。芸術と言っても過言じゃないもん。まあ確かに日本の漫画やアニメは海外でも大人気だからな。日本人として誇らしいし喜ばしいことだよね。さてと、話を戻すと、中国という存在の前にはノロノロの事情で日本の自国だけの力じゃ対抗できないから、他国との協力は必須だな。うんうん、協力して対抗するべく備えていくべきだね。今回はそんなタレス社についてと、タレス社がもたらすソナーについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2021年3月、海上自衛隊の新戦力として建造中であった最上型護衛艦の1番艦が進水式を行い、ここで最上の艦名が与えられて2年後の就役に向けた準備が進められているよ。最上型護衛艦は海上自衛隊でも初の FFM なる艦種を表す記号が用いられており、フリゲート艦、マイン、マルチバーバストを示したものと言われているんだ。最上型護衛艦は基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長133メートル、全幅 16.3 メートルの艦体を持ち、最上の名称が決定するまで派3000トン級 FFM とも呼ばれていたらしい。この FFM という艦種記号が駆逐の示す通り、最上型護衛艦は機雷の施設と探知撤去の能力を実装する艦艇となっており、天然の新型水上戦闘艦の新たな潮流を体現しているんだぜ。というのも、これまで機雷の施設と探知撤去ラスとしてもっと小型の掃海艇が行う位置づけであったんだが、それを最上型護衛艦というのを大型艦が担うことで非対称戦への対応が考慮されているためってわけだ。日本の戦略の幅が広がるね。そうだね。特に日本の現状においては、中国からの尖閣諸島方面への圧力が高まっているため、それらの当初防衛で発生するであろう機雷戦闘への新たな柱として機能することに期待がかけられていると言えるね。日本もただ黙って見ているわけじゃないぞ。ちゃんと中国を想定して動いているんだから。また最上型護衛艦にはこうした機雷戦闘への対象目的として、三菱重工業が開発を推進している UUV 自立航行型水中機雷探知機を実装し、その任に当たることが想定されているよ。三菱重工業の UUV ってどんなものなの？三菱重工業の UUV 自立航行型水中機雷探知機は形式名 OZZ5 と呼称されていて、従来の S10 水中高層式機雷相当部が優先の遠隔操作型潜水機だったことに比して格段に進歩したものなんだ。OZZ5 は独立した自立駆動であるため、非常に広範囲の機雷探知を可能にしており、そこに搭載する高性能ソナーはステルス化された機雷や、海底に埋没された機雷の探知にも有効とされているよ。すごい、まさに探知のエキスパートだね。さらに2020年12月にはこの三菱重工製の OZZ5 に対し、フランスのタレスグループの持つ高周波ソナーの技術供与の契約が成立したと報じられ、世間の耳目を一身に集めることとなったんだよな。おお、フランスも日本に協力してくれるんだね。心強い。これはタレスグループの日本法人であるタレスジャパンから公表されたものであり、タレスグループの高周波合成対抗ソナーである SAMDIS の OZZ5 への搭載を実現するものとなるぜ。これにより OZZ5 は合成対抗ソナーとして、高周波帯はタレスグループの SAMDIS、低周波帯は三菱重工製を使い分けることになり、より精度の高い機雷探知能力を得るものと期待されているよ。低周波帯から高周波帯まで抜かりはないってことだね。どっからでもどんと来いって感じ。今回 SAMDIS の技術供与を行うことになったタレスグループは、本社をフランスのラ・デファンスに構える企業であり、フランス政府が 26.4% を保有し筆頭株主となっているんだ。タレスグループは主として航空宇宙、軍需、交通システム、セキュリティシステムの4分門における電子システムの提供を事業としており、中でも軍需は全体売上の6割を占めているんだって。実績としては申し分のないグループなんだね。安心して任せられそうだ。そのためタレスグループといえばフランスを代表する軍需企業であり、フランスが保有する唯一の原子力航空母艦シャルル・ド・ゴールや原子力潜水艦の保守管理の一部を担っていることでも有名だな。またタレスグループはこうしたフランス海軍の艦艇について、その大半を建造する DCMS 社と共同でその任務も当たっており、世界的に見ても軍需の売上規模は11位前後に位置しているんだぜ。
タレスグループももちろんだけど、そんな大企業に技術供与を決断させた日本も誇らしいよ。他国の軍需企業と同様にタレスグループもまた海外への進出を進めており、イギリス海軍の次期航空母艦計画や、イギリス空軍の空中給油機計画においても設計案が評価されるなどしている状態なんだ。これらに加えてタレスグループは2000年代にはイギリスの軍需企業を買収、2006年にはオーストラリアの ADI 社を買収、2017年にはオランダのジェムアルト社を買収するなど業用を拡大しているよ。トヨシタレスグループは2000年代のイギリス軍需企業買収まではトムソン CSS という企業名であり、現在のタレスという名称自体は比較的に近年になって用いられるようになったものだ。そのため今回三菱重工業への SAMDIS の技術供与契約を公表したタレスジャパンも、もとは1973年にトムソン CSS の法人として設立されたものであり、本国同様に後に改名されたものなんだよな。タレスグループは他にどんなものを日本に提供したのかな？日本におけるタレスグループの製品の採用例としては、元オーストラリアの ADI 社のブランドであったブッシュマスター歩兵戦闘車の陸上自衛隊への納入がよく知られている事案だろうね。陸上自衛隊はこのブッシュマスター歩兵戦闘車を導入してはいるものの、その台数はわずかに8台に止まり、その意味では非常に希有な車両だということができる存在なんだよ。この調子でいろんな海外軍事企業と協力体制を構築して、対中国の想定をしっかりと実現してほしいな。そうだね。一致団結して軍事力を示せば、中国も下手には動けないだろうし。やっぱり、抑止力って大事だもんね。備えあれば憂いなしだな。このままどんどん日本の軍事力を増強して限界を超えてほしいね、プルスウルトラだよ。最後の最後でまた漫画ネタか。ちょっとこじつけ感は拭えないけどね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。見てくれて、ありがとう。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